8月20日月曜日。今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送、飯田工事の、オッコー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの、イエス 新業一家です <laughs>、えー、飯田康二の桶工事アップこの後8時まで生放送です新、はい、業アナウンサーが興奮しております <laughs> いやもう甲子園が盛り上がってますね盛り上がって、ねうん、この間の土曜日金橋農業対滋賀の大見の試合を見に行きまして、はい、いや見に行ったんだよね、はい、いや金曜日の番組が終わった段階では<っ>まだその前のさ横浜高校との試合があるぞっていう話をしていて、うんはい、これもし横浜に勝ったらじゃあ土曜日は時間があるんで 甲子園に行っちゃったね。行っちゃいました。もう横浜戦終わった直後に緑の間口窓口に走りに行って、<laughs> 秋田出身ですからもう本当に行かなきゃと思って、そうだよな行ってきましたね。で、そしてまた行った試合がその近江高校との一戦。はい。 ねえ、リードされていて。いやー、強かった。2対1で迎えた9回裏。そうなんですよ。あのシーンも見てた。ツーランスクイズの瞬間。いや、最初、一緒に、あの、金足農業の応援団の人たちと見ていて、はいはいはい。スクイズして一人戻ってきて、あこれで同点だって、やったねやったねみたいな風になっていたら、あれ、もう一人走ってきた菊池弘国が走ってきた、えセーフ、セーフ、セーフだみたいな。ねえ。 あれだから、ね、大海のナイもさ、あの、スクイズはある、あるかもと思って、うん、でも、はい、間に合わないとなった時に、ファーストに投げたら、その瞬間、セカンドランナーがサード回って突っ込んできてると、うん。びっくりしましたよね。いやー、テレビで見せても、あら、興奮したね。ねその時のですね、スタンドの様子を録音してきましたので、うんうん、お聞、はいはい、きください。 この大歓声がたまらない。何が起こってるか分かんないみたいな、こう、そうみんな、うわー、うわーって言ってるね。はい、もう、えええ,えっていう、もうみんな信じられないような感じだったんですけれど、あの、すごく印象に残っているのが、この金足農業の応援団の皆さんが9回裏になったときに、はい、全然諦めてなくて、まだまだこれからだぞっていうふうな雰囲気を出していて。まあ、1点差で。そうなんですよね。ね<ー>で、周りの一般のお客さんたちも、金足農業の応援団に向かって、これから 行くぞ行くぞっていうのをいっぱい声をかけてくれていて、<ー>それで金足農業のブラスバンドに合わせて、周りのお客さんも一緒に手拍子をしたり、秋田、うん、関係ない人たも一緒に。関係ない人たちも一緒になって踊ってくれたりしていて、その応援団の雰囲気っていうのがどんどんこう、 つながっていくスタンドを自由にこう、うん、広がっていくのを一緒に観戦していて感じましたね、うん、あのアルプススタンドっていうのは内野のスタンドじゃないですか、はい、じゃあそこからこう派生して外野の方までそうですそうですじゃあもう球場全体のような雰囲気になってってそうなんですよねお<ー>びっくりしましたあれさあ、はい、しかもその前の前 あの、イニング。九、えー、9回の表の大見の攻撃、あるいは8回の表の大見の攻撃っていうのも、結構おせおせでいってて。そうだったんですよ。あ、吉田ついに崩れるかと。はい。農業の,のエースね。えー、だもう結構ギリギリのところでさ、あれ踏みとどまったよね。いや、本当にそうなんですよ。ほっとしました。もうほんとハラハラしましたもん。通りあの、9回の表のさ、最後、はい、あの、スリーアウト目を取った。はい、あの、吉田君のストレートがさ、えー、140球目で141キロ出た。そうなんですよ。 であれでも空振り三振を取ったじゃないですか、はい、いや、これ、すごいピッチャーだなと思ってね、もう、チームの気迫もすごかったですね、うん、感じましたね、応援席から見ていてもなるほど、はい、でも1 4球投げた吉田をこれ以上投げさせられないとうもうここで決めるぞっていう思いがあったんですよね、きっと。うーん え今日は日大参考との対戦はい。すごいね、スポーツ新聞各紙がさ、今日はもうこの吉田投手、吉田投手、吉田投手となってますもんね。え,ーえー後ほどですね、あの、流しのブルペンキャッチャーの安倍正彦さんと電話をつなぎまして、この準決勝の金足農業と日大参考の試合などについて、いや、前回あの安倍さんと、うん、 つないだときに、はい、安倍さん、吉田君を押してたんだよねいや。そうなんです、そうなんです。注目ですって。ねえ、いいあは、へえ、そんなピッチャーがいるんだぐらいだったんだけどさ、<laughs> こんなにすごいとは。ね<え>さすがだよね、はい、その辺もね。そうですね。ねええー、今日の試合の見どころなどについてもちょっと聞きたいと思います。はい、さあ、最新のニュースをピックアップします。6時8分になるところです。 まあ、金足農業についてはね、えー、スポーツ新聞は各紙、ざーっとこう、ねえー、出しています、今日十10時プレーボールで日大三高戦と、はいまあ、この関東圏としては、ねまあ、唯一残っている関東代表ということになると、日大三高と。はい、なんとか… あ頑張ってほしいなと思うんですけど、はい、こう日本人好みの半岸びき的にはね、この金足農業の農業高校で、公立で地元の子たちばっかりが頑張ってるっていうのは、うん、まあ応援したくなっちゃうよね、うん、そうなんですよね。<laughs> はいはい さあ,あそんな中、ですか、ね、気になるニュースいくつか、まずですねこれ東京新聞など各紙伝えてますけれども、風疹が、えー、今、首都圏を中心に流行の兆しがあるということで、えー、日本産婦人科学会が、えー、妊娠中の方は抗体の検査を受けて抵抗力が十分でない場合は人混みを避けるなど注意喚起をしているということです。まあ、あの妊娠20週目頃までにに感染するとととと赤ちゃんいいろろ難聴だだかか白内障だとか えー、心臓病などが起こる恐れがあるということですね私も子供ができたぞって分かった時にこれチェックしに行ったらたまたま僕はあのー 二回目の接種っていうのを高校生の時に受けていた。まあ、多分ね、あの、家族に言われて、え々、ー、受けに行ったようなところがあったんですけど、それで受けてたのが幸いして今も抗体がちゃんとありますと、なったんですが、そうなんですあの、二十代、三十代ぐらいの方々中心にですね、えー、抗体がちゃんとできてないと。で、それより上の方々は、まあ、ある意味、風疹だとか、はしかっていうものをですね、えー、すでにこう、 子供の頃にやっていたっていう人たちは、それはそれで免疫があるんですが、子供の頃やってなくて、で、子供の頃に一回だけ受けた予防接種で、子供の頃は防げていた人が、その抗体がだんだん減ってって、今、抗体がない状態になっている人っていうのがね、20代、30代には結構多いという話がありますんで、まあ、あの、旦那さんもこれは一応チェックを受けて、で、あの、これ自治体によるんですけれども、女性が出てですね、あの、奥さんが妊娠するとか、あるいは、あの、子育て、 これから子供を作りたいんですって人はあのただで受けられるとか予防接種までできるっていうところもありますんで、えちょっと実際調べてもらってですねこれはあの早めに対策を打っておいた方がいいかもしれませんええ、お気をつけいただければと思います。えそれから これね、あの、週末の新聞で、週末っていうのは結構、まあニュースも枯れる時期でもありますんで、特集ものの記事で一面を出してくるっていうのは多いんですが、日本経済新聞の土曜の一面というのがこれね、気になったんですよ。えー、かなり刺激的な見出しで、中国サイバー選挙介入か、カンボジアで予行演習という記事が出てて、あの、サイバー、サイバーで選挙に介入するっていうと、なんかロシアが、 ねえ、えー、まあ、審議なかなかこれ、どこまでってのは難しいんですが、まあ、アメリカの2016年の大統領選にも介入したんじゃないかとか、まあ、あるいはそれ以外にもドイツの選挙だとか、オーストリアの選挙だとか、イタリアの選挙だとか、こう、 ヨーロッパ各国の選挙に介入をしてまあ自分たちにシンの政党に勝たしたりだとかシンの候補を大統領まで押し上げたりだとかそういうことをやってんじゃないかと言われたんですが、えー、中国がね、えー、カンボジアでこれ予行練習したんじゃないかという結構詳しく記事で書いていてあのカンボジアっていうのは今の奮戦政権というのはかなり中国寄りだと言われてますで一方でそれに対抗していた野党の最大野党の九国党というのを えー、この人はあのー、いろいろ国家反逆罪という容疑で,です、ね、今、収監されていて野党自体がお取り潰しになったりなんかしているかなり強権的なんですがその野党の党首だった人の娘にこう。 メールが来て、で、怪しいこう NGO からのメールで、これを詳しく調べてもらったら、中国の海南島から出ていたメールだと。で、しかもこの添付されたファイルを開くと、すべての情報をごっそり向こうに、こう、引き出されちゃうっていうような、えー、ウイルスが、えー、仕込まれていたという話が出ていてですね。まあ、これで、まあ、これ、あの、ちょうど、お カンボジアのの総選選挙挙直前だったたんんででそういうういいいサイバーで選挙に介入したんじゃないかということこが、えー、指摘されておりますまあ、それ以外にも、シンガポールであったりとか、あるいは、台湾が狙われてるんじゃないかって記事には書いてるんですが、まあ、そうなると同じアジアでってなるとね、来年は統一地方選挙と、そして参議院選挙が日本でも行われると。まあ、それでなくても SN、SNS だったりとかっていうのは、こう、いろいろ使われるというふうにも言われてます。で、 ま、あの、今までは、例えばロシアがやろうとしても、日本は日本語っていうのは難しいからなかなかできないと言われてたんですが、ある意味ですね、まあ、日本語にも非常に近い漢字を使っている国ということになると、ハードルは一つ二つ下がると。これね、もはや対岸の火事とか言ってられないと。サイバーでのこの格索っていうのも。 こう、ただ有権者としてどう気をつけたらいいのかっていうのはなかなか難しいんですが、まあ、いろんなこうソースを見ながらですね、えー、見出しに飛びつくようなことなく、冷静に判断しなきゃならない事態が、いよいよやってくるなという感じがあります。えー、ご意見お待ちしております。c o z y コージーアットマーク 1242.com です。 さあ、いよいよ来月9月中旬から東京オリンピックパラリンピックの大会ボランティア8万人の募集が始まります。はい。まあ、日本での開催っていうことですからね、うん、何か関われないかっていうね、えー、関わるチャンスが誰にでもあるというこのボランティア、当然殺到するんじゃないかと思うんですが、 ただ、まあ、仕事がどんな内容なのかとか、英語がどのぐらい必要なのかとか、その辺の疑問をですね、えー、解決していきたいと思いまして、今朝はリオ大会でも通訳としてボランティアで参加されました、8カ国語を操るマルチリンガルクラブ代表講師、新庄正恵さんにお越しいただきました。新庄さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。 まずですね、この大会ボランティア、募集要項を見ると、はい、お募集が9月の中旬から12月の上旬までで、インターネットでの応募となっております。募集人8万人、これ、仕事は多岐にわたるわけですかね。そうですねあの、オリンピックの仕事っていうのは、ちょっと公式ではないんですけれども、えーえー、非公式にはあの細かく分類すると、数百種類もあると言われています。そんなにあるんですか、えーで。そこで気になるのが語学力なんですよね。はいはい 英語は必須だみたいなイメージがあるんですけど、はい、実際のところはどういうもんなんですかね。そうですね。よく聞かれるんですけれども、えー、もちろん仕事の内容によっては、その、要人のサポートだったりですとか、はい、選手のサポート、それからメディアのサポートだったり、まあ、ヘルスケアのサポートなんかにされるような方は、やはり英語を、まあ、話せた方がいいでしょうと。うですが、もうほとんどの仕事に関しては、英語は必要最低限で<ー>大丈夫です。 例えば、えーと、私はどこどこの競技場に行きたいんですけど、どうやって行けばいいですかだったりですとか、はい、それから次の会場ですよね、国立競技場に行きたいんですけど、千駄、うん、山までどうやって行ったらいいですか、うん、って聞かれた時きに、はいまあ、説明できるレベルですので、中学生レベルの英語で十分通じると思います。 ままあまあこのボランティアの経験というのを今からついきなり積むってのはなかなかこ難しいのかもしれないんですけど、はい、ただ、あれですねラグビーのワールドカップなんかも実はなんか3万人以上の方が、はいそうですね、1万人ぐらいの募集に対して3万8000人の方が応募されたと言われています。ちななみに私も応募しましまた、えー、あそうなんですね、はい <laughs> これってことは、それを単純にオリンピックに当てはめるのはあれですけど、はい、まあ4倍と考えて32万人がが応募すするる可能性があると思いますねロンドン大会では7万人の募集に対して24万人が応募したと言われています<ー>それが確か過去最大の数の応募だったと言われていると思いますまあ、これ狭きもんかもしれないけれどもやっぱりそれだけこう何らかの形で東京2020に関わりたいって人が。うん 多いそうですね、やはり私の知り合いの方でも、はい、ま本当に老若男女、いろんな方が私もボランティア参加したいって言ってますし、ま実際、私がリオでボランティアしてた時のチームの仲間とかも、ほぼ全員がもう東京大会も応募するよっていう話を2年前にしてましたので、かなり海外からも応募が。 殺到するんじゃないかなと思います。まあでもあれですよね、案内とかあるいはこう移動サポートとか運営とかだとまあ日本人主体に。そうですね、はい、リオ大会の時もほとんどはブラジルの人があのうそ,そういった裏方だったりとかあの案内サポートっていうのはあのブラジル人が対応されてますね。 じゃあねそんなに言語心配しなくてもまずチャレンジしててみるっていう <laughs> そうですねまあそれよりはこうやる気と、はい、まあやる気があればなんとかなると思います。 確かにそうですね。なんとなく身振り手振りで、大阪のおばちゃんの方がうまく案内してるみたいなことがね。ありますもんね。はい、インバウンド、インバウンド言われてるけど。はいはい、な,なるほど。その辺ちょっと気持ちが軽くなったとこですね。はい。えー、今朝まもなく始まる東京2020大カーボランティア募集について、<laughs> マルチリンガルクラブ代表講師、新庄正恵さんにいろいろ伺いました。新庄さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ま,したまたいろいろ聞かせてください。よろしくお願いいたします。 6時24分です。今朝のスポーツアナザーストーリー。まあ、いよいよ今日はですね、準決勝、金足農業対西日本の日大参考の試合が行われます。西東京の東京、えー、日大参考の試合が行われます。で、今朝はですね、えー、高校野球始まる前にも見どころを番組で伺いました。長、はい。しのブルペンキャッチャー、安倍雅彦さんに、えー、勝敗の行方、えー、教えていただこうと思います。デマが繋がってます。安倍さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお,いしくお願いします。 あのー、事前に伺った時も吉田投手挙げてくださいましたが、ここまで勝ち上がってきましたね。そうですね、あのー、想像以上ですね。あ、これは想像以上ですかはい、あのー、想像以上っていうことはおそらく吉田君も想像以上だと思うし、はい、へえへへ、ええ、ええ。 体にもかなり負担が来てると思いますね。なんか、このね、大ミとの一戦は直前まで登板できるかどうか分からなかったっていうな股関節の痛み。そうですね。ここまで615球投げてるんですよね、うん。なるほど。一人で投げてますもんね。ま、はい、615球って言ったら、まあ実際には4試合しに投げてるんですけど。はい。 5試合分ぐらい、5試合完東ぐらいの投球者なんですよね。あ,あ、そっか、そうですよね。ね<ー>はいで。しかも炎天下。はいあ。まあ、いろんなプレッシャーもありの中で、うんあの、甲子園っていうのはよく、あの、投げたピッチャーが言うんですけど、疲れを全く感じない場所だっていうんですよ。あ、そうなんですか。はい。だけど、体は間違いなく正直に、あの、疲れ,疲れてますので、えー、えー、ええー。まあ、そこら辺、ただ、吉田投手の投げ方っていうのはね、はい、はい。あの、なんていうのかな、こう、 上手なんですよ。あ上手力の出し具合が。へえ<ー>。あのー、彼がよく発言の中でギアという言葉を使うんですけども。ギアはい。まさにあのー、いろんない,いくつものそのギアというかメモリーというかですね。はい。そういうものを持ってるような投げ方で、<ー>えー、このバッターだったら135キロでいいかなと。あ、なるほど。 というに感じれば135キロで投げていくし、えこのボールは、あのー、次のボールは狙ってないなと思えば、やっぱり135キロで投げていくんだけれども、はい、ここ一番というときには150キロが投げられるんですよね。あそこを自在に変化させることができると。そういう技術を持ったピッチャーなので、ここまでなんとか、はい。 ああ、投げ続けてきてるんだと思うんですね。なんか、プレートを踏む位置を変えたりだとか、うん、このかなり器用なんじゃないかなって素人目には見えるんですが、やっぱりそういう部分がありますかそう,そうですね。あの、おそらく変化球もね、僕が見て、確かめたっていうか、現場で見て、あのー、確かめただけでも5種類。意味<ー>本人は8種類って言ってるんですけど。8種類はい。で、<ー>その、まあ5種類の変化球の中で、間違いなく3種類はいつでも、はい、 ストライクの取れるる技術を持ってるんですよね。ああ<ー>、単に速いだけじゃないっていう、えーえー、ピッチングっていう仕事、トータルの仕事がですね、走行、はい、作業がしっかりできるピッチャーですねこれはじゃあ、相当完成度が高いってことですか、はい、あのフィールディングも上手ですしね、点線、えー、のスピードなんかも、動作はちょっと大きいんだけれども、えー、スピードはもう素晴らしいスピードがあるから。 あれ見せられると、もうランナーのリードオフ、いつもよりも一歩少ないぐらいの感じになてますもんね。るほど。はあ。で、今日日大三高、こっちは打つ方が強いぞっていうふうにも言われてますけど、はい、これ、どうご覧になりますか、うん、そうですね、あの、いつもの日大三高っていうのは、こう、はい、大量点で圧倒的にこう相手をもうやっつけちゃうっていうチームーなんですけれども。<ー> 逆にね、今年のチームはどっちかっていうとね、なかなか負けないチームなんですよ。はあ、粘りがあるんですか粘りがあるんですよ。で、まあ、吉田投手の、まあ、今日想像するピッチングをしてくれれば、緊張さの試合になるんじゃないかなと思うんですよね。一点が重い試合。はい、そうなってほしいなと思うんですね。もし試合が壊れるとすれば、吉田投手がもう、こう、いっぱいいっぱいになっちゃうっていうところだと思うんで。 分かりました。いや、はい、安部さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。えー、金足農業と日大三高の試合について、安倍雅彦さんに伺いました。 あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ね悲しい農業について、なんか番組のリスナーの方々がファンになっちゃってるあ。ありがとうございます。えーえー、こちら、川口市、川口のばあばさん、主婦の方。はい、えー、夕方の番組を聞いてましたが、あまりに難しすぎて、えー、新行さんの同郷、悲しい農業、えー、準決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。携帯のネットでは、秋田朝日放送が大興奮で、<laughs> あーを73回連呼したとか、はい、さよなら勝ちすごいですね。<laughs> えー、金足の大ファンになりました、どうか決勝まで行かれますように祈りますと、うんえー、それから、です新、ね、庄、あのー、さん、ぎょう10時から試合ですよね、行かないんですか、<laughs> 番組無視してなんて無理なのかな <laughs> と、いすみ市笑顔で、貫之さん、ありがとうございます、えーえー、検討はしたんだよね、ね検討はしたんですけどね、ちょっとね、今日は、ここからエールを送りたいと思います,す8時に番組終わってから、なんとか飛び出していけないかということを検討したんだよね。 えー、それからですね、こちら、えー、千葉若葉区バス運転手の方、50歳の方なんですが、周防大島で無事発見された2歳の男の子を発見した、<っ>あのボランティアの小畑さん、はい、どっかで見たことあるなぁと思ったら、麻式のボランティアセンターで一緒に活動してました。へ,<ー>へその時は物資資材の仕分けの部署で活動されていて、いつも元気のある方、率先して動かれていたのを覚えています。まさにボランティアの鏡見本と言える方ですよ、と。お 裏方の仕事を一生懸命に取り組みながら何か質問があれば、相手に分かるように的確、明確に対応されていらっしゃいましたと。あ、なんか、あの、キャラの立った面白いおじさんだと思っていたら、そうじゃなくって、<laughs> ね、すごい人だったんだね。うん、やっぱりこの人もね。しかし、一緒に働いたってすごいね。ね<ー> <laughs> ねえー、まだまだメッセージお待ちしてます。c o z i c ーアットマ m ク一二1 2 4 2 c o m です。 FM93AM1242 日本放送飯田浩事の OK 工事ーーアップ今日発売のスポーツ新聞雑誌から話題のトレンド情報を紹介していきます。いいまずはスポーツ紙各紙で紹介されているこちらからラグビーワールドカップへ釜石キックオフ 来年開催されるラグビーワールドカップの会場となる釜石宇のすまい復興スタジアムが昨日岩手釜石市内にオープンし満員となる6530人が集まり記念試合などのイベントが行われました<え>スタジアムができたのはもともと釜石東中学校と宇野住まい小学校があった場所で東日本大震災の津波で学校は水没しましたが日頃の防災教育の賜物で児童全員が無事でした 500人以上の犠牲者を出した宇野住地区だけに釜石の奇跡と呼ばれました、うん、来年のワールドカップではフィジー対ウルグアイ戦など2試合が行われ新しい復興のシンボルとして世界にお披露目されますうん、あのー、ここ建設中のところで何度か取材というか訪れたことがあるんですけど、はいえー、ここはあのー、ちょうど川の河口付近にあたっていてでもお 最初当時はもう街が全くなくなってしまったというようなところでね、うん、ここにこれから先一体どうしていくんだろうというところだったんですが<え>立派なスタジアムができてね最後に行ったのは去年の3月でしたけどもスタンドがあらかた完成してたようなところで<え>そうか、できたかと、えー、そうここからの国道に向かってこう坂が続いていてそこをね、はい、あの児童・生徒たちがあのお互いった激励しながら<ぁ>確かあの津波の二度逃げっていうのを覚えていて。ええ一度 逃げてで安心だだと思ったんだけどもうちょっと高いところまで逃げようって言ってみんな逃げていって、はあ、助かったんじゃなかったかなへえ<ー>そうなんですあのー、ここはねちょっと釜石の駅から距離があるんですけど<え>いいところなんだスタジオもできてよかったですね,ね本当にね、うん、続いてもスポーツ紙各紙で紹介されているこちらスーパーボランティア小畑さん支援を再開 山口県で行方不明だった藤本義きちゃんを発見した小畑春夫さん78歳が昨日西日本豪雨で被害を受けた広島県呉市でボランティア活動に参加しました。10人ほどのグループで住宅に流れ込んだ土砂を土納に入れて運び出したり、家財道具を整理。小畑さんは、まだまだ復興は進んでいません。一人でも多くの人に手を差し伸べてほしいですと呼びかけていました。元気だよね。ねえ。 いやーでも、おばさんおっしゃる通り、まだまだね、人が足りないんだと、広島市のボランティアセンターのね方に、1ヶ月後のタイミングで電話つないだときもそうおっしゃってましたし、そう、まだだから、土砂をかき出すだとか、家財道具を外に出してだとかね、いろいろやることはあるんで、まだ夏休み中ですからね、熱中症などには注意しながら、手を差し伸べていただければと思、はいます。 以上、今日発売のスポーツ新聞雑誌から芸能のトレンド情報をご紹介しましたさあ私の方からもですね気になる記事をご紹介いたします。これ 各紙ですね、えー、一面は悲し農業なんですが、こう裏手に回った、はい、いわゆる裏一面は、ですねこれ結構出てるんです、JRA 日本中央競馬会所属の藤田七子騎手、21歳、JRA の女性騎手史上初となる1日2勝で、通算34勝目を挙げたと。 えー、女性騎手最多にデビューわずか2年半で並んだということです、もうすでに僕もオールドファンになっちゃうんですけれども、牧原由紀子ジョッキーというのはね、うん、今あの、増澤さんと名前変わってるんですけれどもあの、一番勝った女性ジョッキーということだったんですけど、牧、あのー、原さんの時代などはです、ね、同期に大体女性が2人とかいたんですよ。えー でこの藤田七子ジョッキーは、同期みんな男、ね、周りもすべて男社会の中でこうやっていくこの苦労ね、その中で勝ち星を積み上げると、でご本人もまあかなりこう負けん気の強さっていうのがあって、ね、であの女性だからうんぬんで、こうやって注目されるのに違和感を感じるんだと、騎手、うん、として、えー、実力で腕っぷしで認めさせてやると。 いうことをおっしゃって。まあ、これも通過点に過ぎないというね。うええー。ここから先も注目していきたいと。はい。ええー。もちろん、あの、馬券的にも、稼がしていただけると幸いなんです。<laughs> 昨日は第3レースで、これ第3レースすごかったんだよ。3連単がさ、325万も作っていうさ。えー、すごいね。<う>6番人気、13番人気、5番人気の組み合わせさ、結構ね、穴っぽいところでいい仕事するんだよね。<laughs> えー、えー。ということで注目していきたいと思います。以上、エンタメトレンドアップでした。 さあ、そして、次第代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていく時間帯。今朝のコメンテーターは2週間ぶりの登場です。えジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。およ願いします。よ,ますよろしくお願いいたします。はい、えー、お盆休みのような形で撮られた感じですかね。えー、まあ、あの、加えてですね、ちょっと取材で。えー、あ、取材もあって。どんどん あ、そうなんですよ。あれ、ヨーロッパって、なんかすごい熱波が来てるみたいなニュースで見ましたけど。だから、先々週までは熱波が来たんですが、先週からガクンともう秋になりましてね。あ、そうです週末なんかはですね、夜ちょっと飯食って、え、外にタバコ吸いに出たらですね、もう寒くてガタガタ震えて、あの、気温見たら12度だったっていうね。12度 だってちょっと前まで40何度って言われたのにね。もう本当にね、日本からヨーロッパ行くとね、あの麦茶の気持ちがよくわかるね。麦茶麦茶。あの冷たい冷蔵庫に入ってる麦茶がお表に出されて一気に暖かくなって、中に入って冷め寒くなるはいや、ここのところまた涼しいんですけど、今週半ばぐらいはちょっとまた暖かくなるのかなって感じらしいですね。あ、そうですか。いや、これバランス崩れちゃいますよね、体もね。うーんと、体弱いから僕。また何 来週が心配この番組。ちょっと待ってください。私渡しやすいもらうところ。あ、そうか。お願いしますよ。わかりました。この資料出す一人でやることになりますから。その方がリスナー増えるんじゃないかなって。ほら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 。そんなことないですよ。よろしくお願いします。よいしょですけどね。よいしょですから。s 次第はニュース解説です。よろしくお願いします。では最初のニュースこちらです。アナン元国連事務総長が18日に死去。 国連事務総長を2期10年務めたコフィー・アナン氏が18日80歳で亡くなりました。アナン氏は西アフリカ・ガーナの生まれで国連職員出身では初めてトップの事務総長となり、協調外交やエイズなどの感染症、テロ対策への貢献が評価され、2001年に国連と共にノーベル平和賞を受賞しております。 1997年から2006年にかけて国連の事務総長を務めたと。 ええ、いうことです。まあ、ああ、イラクの核開発疑惑だとか、あるいはイラク戦争もね、ねこの、お人気の中であったということですね。ええー、まあ、一旦はね、はい、アメリカ、イギリスによるイラク攻撃をあの食い止めたっていうところでね、ええー、まあ、高く評価されてる方なんですが、はい、そもそもね、まあ、アマンさんがということではなくて、えー、えー、国連の事務総長。えー、あの日本語に直すとなんか軽いような <laughs>、えー、ええー、きの意味聞こえるじゃないですか。えーえー、まあ、とはいってもですね、国連の、ええー、まあ、事務方トップということで、ええー、相当な、 ま、実験を持っている方なんですけれども、はい、ポストなんですけどね。えー、ただその選ばれ方っていうのにちょっと注目していただきたいんですよ。はい、で、実はですね、あの、バンギムーンさんっていう方がいらっしゃったじゃないですか。<ー>この方8代、えー、前の事務総長であり、あ<ー>2016年末まで、えー、進められたんですが、はい、この代まではですね、実は、えー、国連のアンポリの非公開会合の中で、うん え、決められてたんですね。事務総長というのが。はい。ですから、え、国連安保理、まあ理事国のですね、え、思惑の中で決まってくる、理事国全、全ての国が合意しなければ事務総長になれない、ということで、実態上はですね、どうなんでしょう、え、国連安保理の理事国のですね、え、政治的思惑の中で決まってきた。はい。ですから、その活動も一定程度のこう制約が行われてたっていうのは実態なんですが、まあ、ちなみにということで、え、九代目以降はですね、はい。え、事前に立候補者を公募して、え、 前立候補者出席のもとに公聴会を開いて最終的に安保理理事国で決めると安保理理事会で決めるというのがえまああの今のですねえ事務総長の選び方なんですけどねまあ透明性が増したということなんですがまあそういった意味で言うとアナンさんの場合はそういった非公開会合の中でえ決められた時代の事務総長なんだとその割にはよくやったじゃないかとその割にはよくやったとアメリカやイギリスのですねイラク攻撃についても一旦は国と 認めるような、えー、まあそうなそいったところで、えーえー、ノーベル平和賞が、えー、受賞が受されたという経緯があるんですねですからどうなんでしょうね、あのー、事務総長という、国連の事務総長というと、ある意味でお飾りと、えー、じゃあ、バン・キムンさんがね、はい、じゃ一体何をやったのかっていうと、うあまりにこう実績が頭に浮かんできませんよね。はい、ですから、えー、じゃそれは別に個人のですね、えー、能力に問題があるわけじゃなくて、うん、その選ばれ方といったらいいのかな、はい、やっぱり安保理理事国のですね顔色を伺わなきゃならないというね、そういうね。 そういう経緯もあるわけですから、そういった意味で言うと、アナンさんの死去のニュースがね、これだけ大きく取り上げられてるのも、そういった経緯の中で選ばれていながらも、ですねやっぱりその理事国のですね思惑に翻弄されたわけではなかったということが評価されてるんですね。もともと、前任がガリさんという方で、普通は2期10年やる国連事務総長を、1期でアメリカの反対があったと言われてますけれども、ある意味、首と。 そう、アメリカの言うこと聞かないからって言うんでね、その後任だったら、まあ、アメリカにビクビクしながらやるのが普通だよなと思うと、アナンさん、そうじゃなかったということですから、ブッシュ大統領に対しても、相当強行に出たというふうに聞いてますからね、ブッシュジュニアのそうですね、確かに9・11のテロがあって、しかもあれを目の当たりにした国連もそうでしたが、ニューヨークにあるだけに、そうですね、アメリカが怒り浸透になったところ、いたまま、 まあ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 っていうふうに、ええ、まあやったわけですもんね。ええええ うんまあ、あの、PKO なども、形骸化とかが言われてますけれども、ええ、国連の役割っていうのは、さわさわりながら、これ、あの、全くないわけでは、今もないわけですもんね。ええ、あのですから、事務総長の役割っていうのは、ええ、その理事国のですね、意見対立をじょどう調整していくのか。はい。ね、常任理事国の意見対立っていうのは常に起こりますからね。うんだからその辺に、この手腕が問われるところなんですね。うんただ、それは背景としては、その選ばれ方にいろいろと問題があるということを考えます。 考えててもらっていいと思いますねはい、えー、まずは阿南元国連事務総長18日死去というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです 北朝鮮にミサイル監査へ国連航空機関来年で調整。国連の専門機関国際民間航空機関以下を ICAO が 北朝鮮に職員を来年派遣して弾道ミサイル発射の事前通告について関係者の聞き取り調査などを監査を行う方向で調整に着手したことが昨日分かりました。以下を代表団が5月に訪朝した際、北朝鮮側が受け入れに同意したということです。 北朝鮮は予告なく大陸間弾道ミサイル ICBM の発射をしないと以下を代表団に約束をしたんですが、中短距離のミサイルの扱いについては言及していないということで、まあそれはまた撃つんじゃないかというようなことも。うん、まあこれ中短距離って日本に直接影響ありますもんね。そうですね。で、加えてですね、その近辺を飛ぶ航空機には全部影響ありますからね。はい。だからその航空機の安全な、えー、航行といったりですか。えー、それを保障するために、まあそれを安全 担保するためにこれ、以下をという機関はあるんですけれども、えーえー、去年はですね、一度も通告してないというね、ね状況があったわけなんです、ね、確かなんか、日本発のエールフランス機にかなり接近してたなんていう話がありましたよね。えー、ですから、あのー、まあ、ほとんどの航空機が今、えーまあ、自動航行で飛んでますから、はいそのね、そのルートにですね、うんえー、ドンピシャルはまってしまうと、回避行動がなかなか取りにくいというね、はいえー、状況がありますから、事前にそれを通告すれば、それを、えー、データをインプットしておけばいいわけですからね。 ですから、その、まあ言ってみればですね、仕組み、システム作りと言ってるんですか北朝鮮と、その、まあミサイル、ミサイルを飛ばさないということではなくて、はい、発射しないということではなくてね、えー、発射するにあたっては、えー、きちんとイカオとの、あ、以下との間で、はいえー、情報交換をしようという体制を作るというのが、今行われているということなんですけども、まあこれどうなんでしょうね、あの、北朝鮮の、はい、あの、国際社会への復帰というね、<ー>そういうセンテンスで考えてみると分かりやすいのかなと、はい、これまではですね、 えー、核廃開発あるいは、えー、このそれをね、えー、まあデリバリーするあの仕組みであるミサイルの発射この実験についてはですね、えー、このこれをすることによって、えー、国際社会がとどん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 距離が広がっていったでそれを何とか国際社会への復帰というですね、はい、手続きを北朝鮮サイドが進めてるんだろうなと、うんえー、そのそのための一環だというふうに捉えまえてくれていいんじゃないかなと思いますねまあなんかやりやすいところからやっていくっていうようなこと。 そうですね。ですから、えー、本来であるならば、えー、その核廃害圧、えー、施設に対してですね、査察を受け入れると、はい、国際機関の査察を受け入れるというところが本来やるべきところなんですが、まあ、どう、どうなんでしょう。条件闘争と言ったらいいんですか、はい、小出しにしていくと言ったらいいんですかえーえー、一寸刻みに前へ進んでいくって、えー、それに対しての見返りというね、はい、これをやったから、じゃあ、えー、どういった見返りが要求されるのか、要求するサイドはですね、うんえー、先というのは、もちろんアメリカ、韓国、日本と。はい。えーとこに 韓国日本になるんではないかなと。ですからね、そのこれ監査を受け入れるということでよかったねで済むわけじゃなくて、これに対する見返りがどういったものが求められるのかっていうところが一つ注目ではないかなと思いますね。うん。まあ元々は ICBM を含めて発射するなっていうようなねことだったのに、なんか発射するにあたっては連絡しますみたいな。あれ発射することこれ前提になってないかっていう。そうなんですよね。でこれ国連の専門機関ですから、そこに対し しては発射することをおっしゃるように前提になってるんだから、じゃあこっちはどうなのかと、うんはい、発射することで国連の制裁決議違反になってしまいますからね。それとのバランス、整合性をどう取っていくのかっていう問題もまた合わせて出てくるんじゃないかなと思いますけどね。うん、なんか下手にこういうの使われちゃって、いや国連からお墨付きをなんて言われてもね。えー こっちとしては困りますよねで加えてですねあのそういった点で言うとどうなんでしょう北朝鮮もとはとは言ってもね融和策と言ったらいいんですかね南下策と言ったらいいんですかその一方でほら南北の間で経済協力を含めてね協議を再開するというような情報もというかニュースも出てきてますよねなんか9月には首脳会談もやるんだということが出てきてますねだからそういった点で言うとやっぱり北朝鮮としてももう早急に 見返りを求めなきゃならないようなそういう状況情勢になってきてるのかなと、それは経済環境というところも含めましてね。だからその一方で、あのだいですねこれからどうでしょうね。九月以降の段階で北朝鮮収穫期を迎えるんですよ。米などの農産物のでその収穫状況がどうなっているのかというところも気にかかるところですけれども、よくねこれね一年間ねこの国連制裁決議の中で我慢し続けてたなと食料の問題。 問題もあればエネルギーの問題もある。<ー>とは言っても、そのね、制裁決議以降ですね、えー、韓国は22回もですね、うん、制裁決議違反に当たるんではないかと、はい、疑惑を持たれてるですね、セド<ー>りということをやってるわけですからね、そのあたりについてもですね、その裏道をね、抜け穴を通ってやってるわけですから、うん、そうじゃない状況に早急に持ってきたいんだろうなと思いますけどね。日本もももかかなりり暑ったですけれども<ー>北朝鮮も日出りが続いて 収穫危ぶまれるなんていうニュースも出てましたよね。ですから、えー、そういった点でいうと、ですね秋以降のですね、えー、食料事情の問題にも大きく影響、えー、これ、配給が不足するなんていうことも考えられるわけですからね、えー、だから北朝鮮としても、もう待ったな,なし、うんえー、あるいは、えー、崖っぷちという状況に置かれてるのかもしれないですね、これそうか、そういうことも考えつつ、スケジュールを見ていかなきゃいけないそうですね。 埋めていくわけですもんねねそうです、ね、ですすから、えー、早急にやっぱり制裁決議に関してはね、はい、解除ということになるんでしょうけどもそこに向けての<う>、えー、一寸刻みの交渉ということに考えてもらっていいと思いますねえでは続いて2、えー、つ目こちらです富田林署から逃走1週間容疑者の似顔絵で情報提供を呼びかけ 大阪の富田林警察署から交流中の日田淳也容疑者30歳が接見後に逃走した事件で大阪府警は昨日メガネやマスク姿など8種類の飛田容疑者のお 似顔絵を公開しました。府警が連日およそ3000人の捜査員を投入し行方を追っておりますが、平容疑者の関与が疑われるひったくり事件の発生場所はさらに北上し大阪市内にまで及んでおりまして、新たな被害を出すわけにはいかないと、府警は焦りをにじませております。えー、似顔絵は8パターンでメガネ、帽子、マスクを着用した姿を想定したものなのということであります。 まあ、トンダバイスというところはね、大阪でも南の方にあって はい、確かにこのひったくりの被害を、ね、地図上にこう出すと、だんだん北に上がっていってるような感じもありますけれどもえあのここ最近は、ですね、はい、あのやっぱりこれ、似顔絵出すというのは、えええー、まあ、もろ刃の件というか、最終手段でもあるんですよね、以前はね、モンタージュ写真なんていうのはよく出たじゃないですか、た,ねはい、ただ、あれを出してしまうと、ええ、あの先入観がばっと、えーうん、やっぱり一般市民の方にも入ってしまうので、はいえー、なかなかこのモンタージュ写真から犯人を割り出すという 難しいっていうことで、うん、もう少しなんて言ったらいいんですかねおぼろげなというかですね、はい、え緩やかな形でこれ似顔えただそれも白紙類も出すっていうじゃどれ見たらいいのっていう話にな、ね、って知られますからね、うんえー、だからそう,そういった中でね今日の産経新聞の長官が産経賞で、はいえー、面白いくだ、えー、りを、えー、書いてるんですよね、はい、それ何かというと、はい、大阪府警には実は自慢の捜査法がある、うん、指名手配写真の手掛かりにしてこれ指名手配写真を捜査員が見て、はい、その中で,で あの特徴を掴んで町中を歩きながら容疑者を見つけ出す見当たり捜査というのがあるんです。これ結構ね大阪府警得意技らしいんですね。じゃ見当たり捜査って何なのかっていうとですね、あの例えばっていう点ですよ。それがすべてありませんけども、耳の形って人によって全部違うんですよ。でそこだけを見てるわけじゃないけれどもそこを中心に見てこうま駅前を歩いてる大勢の人の中から耳の形で本人を特定するなんていうね。 まあこういった手法があるんだそうです。うん、えー、それも,もね、えーえー、職人技みたいなところがあって。はい で過去何人かまあ何人というか何十人もですねそういった形で犯人検挙につなげてきたという経緯があるんですねだからそういったところを投入しますよというところ書いてるんだけどもそれはすごいなとは思いますよすごいなとは思うけどもちょっと前勤大すぎやしないかと私なんかね思うんですよどうしてかというとやっぱりこれね昨日私ロンドンから帰ってきたばっかりなんだけどもロンドンというのは 監視カメラがものすごく多いんですよ。 ほとんどすべての場所に、え、監視カメラが、例えばウォータールー駅なんてのがあるんですけどね。中心部のね、大きな駅でですウォータールー駅の駅構内に入ると、監視カメラを逃れて、駅構内をあぐる、歩くことはほとんど不可能だから、お前気をつけろって言われてるぐらいですお前気をつけろえで、そこに、え、例えばですね、その犯人の、例えば特定する人物のですね、え、写真情報を入れとくと、勝手にですね、オートマティックに、その、まあ、その人物特定、特定をできる、することができる。 そういういシステムも入ってるんですねあそこの内務省っていうのは実はすごいっすもんね、えー、<laughs> いわゆるその MI5 だとか MI6 だとか言われるところそ、ねえー、だそのぐらいにもう技術は進歩しているのに、うん、まあちょっとね日本で、えー、今更ながら見当たり調査捜査と言われてもなっていうのがあるんですが、はいえー、まあそうは言ってもね、えー、それだけの職人が揃ってるんで頑張っていただきたいなと思いますけどね。警察の方々に取材するとと日本だだっってて監視カメラだとかって技術 はすごく進歩してるんだけど、うん、結局、その一個一個のデータを全部まとめてこう見るっていうところができないんだと、<え>まあそれは人権の問題というのも、ね、もちろんあるんですけれども、<え>結局、そこをはこかりにかけるような安全と、うん、そして人権の部分とっていうのは。 だんだんそういう,こう考えなきゃならない時代になってきてるんですかね。そうですねだ。だからどっちを重視するかですよね。はい。で、加えて今ちょうどお盆休みの最中じゃないですか。ええへへ。ですから今監視カメラだとか防犯カメラあるんですよ。ただそのデータを提供してもらうのに、はい。提供してもらう先が、お盆休み中だとか。はい、ということで、はい。なかなか提供してもらいにくいという状況もど,どうもあるみたいなんですね。だからその感激をついたっていうところが、 ま、これは偶然なのかもしれないですね。ええ、あるんですね。ある可能性もあるということですよね。うん。まあ、あの、この写真についてはですね、あの、各メディア、それから、ま、警察のホームページなどでも公開されていると思いますので、ご覧いただければと思います。えー、以上、おはようニュースネットワーク、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。えー、続いては、教えてニュースキーワードです。小長知事の後継指名。 9月30日投開票の沖縄県知事選をめぐって、今月8日に死去した尾長武知事が、自身の後継者として、県内建設大手金秀グループの小屋森正会長と、自由党幹事長の玉木デニー衆院議員の二人を音声データで指名していたことが分かりました。これを受け、尾長知事の支持母体オール沖縄は、玉木デニー議員を擁立する方針を固めたということです。 これ一報が週末に報じられて、二人とも最初は出馬を誇示してたんですけれども、まあ一日経って玉木デニー議員が考えを変えたのか、前向きに検討すると伝えられております。 これね、まあ死去から10日が経って音声データあったぞって、なかなかびっくりしたんですけどね。うん、そういった意味で言うとどうなんでしょうね。うん、オール沖縄サイドも、はい、あるいは、辺野古基地推進派の方もね、まあ言ってみれば自公の方もですね、はい。まああの、いきなりですね、選挙になっちゃったんで、はいえー、候補者一本化、あるいは候補者調整っていうところで、点ま前の状況になってるんだろうと思いますよね。うんうん、あの、ただ、まあ、オール沖縄も盤石だとは言われては、見,見られてるケースも経緯も多いんだけれども、はい。その一方でけ、結構、 こうあの市長選挙では負けてるじゃないですか。負け続けというところもあって、え今回のですね県知事選に関してもですね、仮に小野奈知事が出ても100%勝てるという状況ではなかったということなんですよね。あのまあ言ってみればオール沖縄サイドもですね、やっぱりあの言ってみれば過激派まあ過激派というと怒られてしまうのかもしれない知らないけれども、何が何でも絶対反対と江ノ国市氏説は絶対反対だというところともう少し協議してもいい。 話し合ってもいいんじゃないかというね。ある意味では、恩恵派とのではですね、結構こう、ね、あの、溝が空いてたというふうにも聞いてますからね。まあ、その路線対立というものがあったと。ね、はい。だから、そういった点で言うと、はい、まあ、まあ、強硬派に一本化されたのかなと、はい、デニーさんということで一本化されたのかなと。はい、ですから、オール・アキナーが全体でこれまとまれるかどうかというのが、はい、一つ大きなポイントになってくるのかなとはいって、 でも、オーナーが知事の後継候補ですからね、後継指名された候補ですから、それこは値千金なんだろうと、私は思いますよね。その看板というものと。ちなみにというところで言うと、実はね、噂された人も何人かいるんですよ。一人、最有力候補となったのが、安室奈美恵さんね。ああ。そしたら、自公候補は100%勝てないだろうとも言われていた。 まああのね、いち早く尾長さん亡くなられた時にも、弔、え、意、ー、を示していたし、<え>まあ確かにそんな話もね、ちょっとね。ね ただ、まだ引退まで1か月あるということで、はい、とてもじゃないけれども、<laughs> えー、そちらの自らのね、仕事の方との兼ね合いということもあって、なかなか声をかけにくかったのかなと思いますけどね、まあ今回はじゃあせ、あの選挙戦、どうなるのかっていうと、はい、まあ、私の見るところ、五分五分というか、かなりこれ、いい勝負になってくるのかなという感じがしますよね星、まあの方は、今まで、その先松さんという、まあ、もうすでに辞められましたが、えー 辺野古あじゃあ、ごめんなさい、普天間のある宜野湾市の市長をやられた方と、浅戸重信さんという、もともと沖縄のコンベンション観光コンベンションビュールの会長をされていた方、<え>まあこの2人があの分裂選挙になると言われてたんですが、浅戸さんの方が、えー、もう降りると。 はい、19日に宣言をしましたんで、えーえー、一本化一応されてると。で、加えてですね、はい、あのー、一つ一つ注目しているのが、あのー、公明党がどこまで本気になってね、はいえー、今回の選挙戦を展開するのかっていうところが注目なのかなと思いますよね。うん、まあ、公明党の最大の支持母体である、えー、総合学会の力っていうのは沖縄でも強いですからね、えーえー、そこが本気になって今回の選挙戦に取り組むのかどうなのか、はい、というところが一つ一番大きな、私は注目ポイントだと思いますけどね。うんえー 特に婦人部の組織力が、この沖縄ってのは相当強いと言われてますからね。ねえー、まあその辺、そのね、今、路線対立という話が出ましたけれども、えー、このオール沖縄の方のですね、まあ今、あの、2人、後継に挙げられたうちの1人の金秀グループの小屋さんという方、まあ財界の方のオール沖縄に入っている人たちっていうのは、えー、あの、小永さんが亡くなる前に、すでに外に一旦出てるんですよね。そうなんですね。だから事実上、もうオールの沖縄とは言えないんじゃないかというね、<ー>指摘も あるんですよ今までは、まあ、保守も包摂した形だからオールオーキナだったんだけど、<え>もうある意味、左派のほうによって。 補修の側の人たちっていうのが外に出ちゃったんじゃないかという、えー、この人たちがどう、どっちにつくかみたいな話になりますかだから、そういった点で言うと、えー、まあ、出た人たちっていうのは、だからといってね、推進派の方にくっつくわけにいかないから、うんはい、自主投票に近い形になるのかなと、私は見てますけどね。なるほど、えーえー。9月30日の投開票ということであります。えー、以上教えてニニュューーーーススキーワード今日は尾長知事の後継氏名というニュースでした 続いての時間は、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ,プ文科省汚職事件、野党関係者の関与はあったのか 東京地検特捜部は先週、JAXA の業務をめぐる収賄罪で、文部科学省の全国際統括官、川端和明容疑者57歳を起訴しましたが、保釈保証金1000万円を現金で納付し、保釈されております。また、川端被告への贈賄罪で、霞ヶ関ブローカーと呼ばれる医療コンサルタント会社の元役員、谷口幸二容疑者47歳を追起訴しました。この谷口容疑者を弁護する、 ま、妻と見られる、方のブログ、これが日々更新されていて、ここでは野党議員が黒幕だと暴露されております。さて、この、妻とされる方が書いているというブログ、うん、ここで見ていくと、須田さんの名前もね、出てきたりなんかするんですが、はい、さあ、この事件、須田さん、えー、要するに、 深く取材をされているという話ですがブログで私の名前が出てくるとそこで話し切っちゃうと私も疑惑の対象みたいに聞えてしまうで正確に言っていただくとこの妻と見られる方から私にメールが送られてきて最初に向こう側からメールが来たんですねどういう経緯かというといろんなメディアを通じてこの問題について話をしたり記事を書いたりしているただその中でちょっと間違ってるとこがありますよと事実誤認しているところがありますよ という指摘を受けたんですねそれに対して返信を出したそういった一連のやり取りがですねメールに公開されているということなんですけども私ねちょっとこの問題に関して疑問に思うことがあってですね一連の報道新聞ベースとする一連の報道というのはこの谷口浩二というね言ってみればブローカー改革をつけのブローカーと称される人がある意味でどうなんでしょう事件の交差点みたいな最大のキーパーソンみたいな役割を果たして 霞あるいは大学サイドあるいは場合によっては政界このですね関係を結びつける役割を果たしているというのがこの谷口容疑者と言われている人なんですねでこの妻とされる人のブログによりますとねいやいやそんなその悪徳ブローカーじゃないんですよとでいろんな人たちのためにまあ便宜を図っている役に立とうと思って自らですね自腹を切って いろいろと活動してる、そういう人物なんですよと、はい、要するにそういった報道とは、えーまあ、違う役割を果たしてるんですよというようなことが、ある意味、正反対に近いですよね、ねなんか周りをいろいろ動かして、自分が甘い汁吸ってるっていうのが、まあ、ある意味、この大手メディアの筋書きなんですが、一方で、このブログに書かれてるところっていうのは、いろんな人から頼まれて、自分は真ん中で汗かいて動いたんだと。ええ、でそううしたらあれよあれれよよというのに自分が一番 悪いいみたいになって、あのショっぴかれてしまったよという,いうような書き方をしてますね。そうですね、うん、あのですから、その大手メディアの書き方っていうのは、まあ、あのおそらくですね、はいえー、東京地検特捜部の筋書き通りと言っていいんですかね、はい、筋書きの、えー、上に立った<ー>まあ報道の仕方と考えてもらっていいんじゃないのかな、まあそれがその事件のね、逮捕だとか、えー、強制捜査のです、ねえー、ベースになってるところですからね、うん、そうならざるをえないんですけれども、うん、そうじゃない。だから僕私がねその、えー 谷口浩二,浩二の奥さん っていうところにですね、はい、出したメールというのは、だとするとね、<ー>要するに奥さんの言ってる、ね、その妻と称する人の言ってることというのは、麻薬の主張なんだから、はい、え、両方をね、まあ、なんていうんだ構成中立にちょっと見ていきたいので、いろいろ情報提供してください、いろいろ教えてください、という、はい、ようなメールだったんですよ。えー、で、まあ、ね、そこで、いろいろ、お正解とのこう関わりっていうのがどうだったのかとか、えー、まあ、ブログはもう実名で何でもかんでも、あ、写真付きで出し 十分もあるんで、ね,えねえ、えー、まあ、その辺まだ捜査言ってはいるんですかね。うん、だから、えー、そういった点で言うと、本丸と言ったらいいんですかね。うん、あの、このね、ホームページによると、ブログによるとですね。はい、まあ、本丸というのは、野党の国会議員が、はい、まあ、中にもですね、立憲民主党の国会議員が。はいえー、まあ、一番、一番のですね、キーパーソンなんだというのがしたら主張なんですよね。で、谷口氏と交えて食事するよりも、もっと前から。 実はこの人たちを知り合いだったんだというような書かれ方もしてますよね,、えー、ねあのだからそういった点でいうと今回の捜査、ね、がそういった政界まで波及するのかどうなのかというのが一つの注目ポイントなんですねでもう一点言うとね、はいえー、どうなんでしょうね先ほどから、ね、あの飯田さんも、えー、大手メディアの報道と、まあ、こういった主張が違うということを言われてますけれども、うん、ただその大手メディアもこのホームページに注目したことはこれ間違いないんですよ。えーえー、どうもです、ね、大手メディアの、はいえー 証報記者クラブの記者の方からですね、はい、この奥さんの方にですね、ええ、えメールを送っていろいろと情報を提供したり記者の方からですね、はい、あは提供されたり、うんえー、しているような節が見え見て取れるんですが、とは言ってもですねどうですか大手メディアにそういった野党の国会議員の名前が出てこないじゃないですか。はいはい あるいあれは、関与というものが、全く強いほども、え、報道されてない、はい。状況にあるんですよね。はい、んなんでなのかなと。で、これは与党だとね、はい、大々的に報道するんですよ。まあ、不楽、ね、の段階で。確かにそうですね。ええ、こちら、てっちゃんさん、川崎中原区58歳。 の会社員の方、えー、メールでいただいたんですが、<え>疑惑を持たれた野党議員には説明責任があると思うんですが、野党の代表は森かけの追及には熱心ですよね、森友かけ<え>、えー、国民から支持される野党になるためにも、自党の議員には甘く対応しないでほしいですねと、まああの、関係がなかったことを証明しろというふうに批判をしていたわけだから、<え>じゃ自分たちも関係がなかったんであればと、まあうん、ツイッターなどでも、ね、そういう指摘は来ますけれども。うん、だから、ね、あのメディアのですね ね、今回の報道のスタンスって、ちょっとこの件、この事件に関してはですね、はいえー、疑問に思わざるを得ないですよね確かに、このなんか、野党議員がみたいな話が出てから、えらいと、ね、そうなんですよ、えー、普通だったら疑惑なんかでばんばバんばん報道するじゃないですか、えー、<ー>ええー、えそうですよね,ねだから逆に野党議員の名前が出たので、しゅーッとなんか報道が収束してるようなふうにも見えるということなんですけどね。はい えー、今日のスクープアップは、まあ、文科省のお食事券についてでありました。まあ、このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。 まあ、いろいろメールツイッターいただいておりますね。うん、先ほどのこの文科省汚職の件についても、はい、えー、なんだかトカゲのしっぽ切りじゃないでしょうかと、ウサギカレーさん。ブローカーを悪役に仕立てて、まあ、正解の方は逃げようとしているのか。 メディアも報じないですよねと、まあ、どうなんでしょうね、そこまで言えるのかどうかって、まだ僕ら材料を持ってないからね、分かんないんですが、少なくともね、一人名前に出てるのが、報道ベースで出てるのが、国民民主党の羽田一郎さん、参議院議員のね、この方については、大塚公平共同代表が、まあ、事情を聞いたというね、そうですね、べたきしで出てるぐらいですよね。国民民主の方はがそうやって対応してるん立憲民主の方もきちんと対応すべきじゃないかなと私は思いますけどね。 うんまあね、その件に関してっていうのはね、まあ、あんまりこう枝野代表もそれについてしゃべるというようなところはないですもマスコミ報道もないですね。まあ、一方で、あの障害者雇用に関しての、えーまあ、水増しが40年以上やってたんじゃないかっていうあれに関しては、えー、枝野さんはきのうなんか堺市で記者の質問に答えて、えー、国会を開くべきだと。 なんからね、ねええー、総務省のことはやる。じゃ文科省のことはどうなんですかと<え>じゃ。そっちも国会開いてやりましょうかっていう<え>、まあ。なかなかそうなんないんですよね。ねええー、それから、悲し農業については、はいろいろメールをいただいております。はい、ええー、これあれですか、あの、 ロンドンにいらっしゃっても、なんとなくは聞こえてきたとこいす。いやいや、で、私の家内が、あの、秋田出身ですから。あそうなんですかじゃあもうこれは人音では全くないですね。全くないです。もうなんか向こうでいろとね、あの、見てましたよ。あ、そうですか。ネット上で。ネット上でね。はい。 えこちら、昭和男さん、横浜、神奈川区、50、63歳の方、今、秋田が暑い、ふるさと秋田、このことはもう、秋田市ご出身ですかね。金足農業、2試合連続、一瞬の逆転劇、感動より先に、え、何が起きたんだと驚いてしまいました。秋田県人持ち前の、2枚越し、3枚越しで、今日も頑張れと、お、いただいております。で、加えてね、秋田はもちろんのこと、東北って優勝したことないんだよね、はい。そうなんですよ。優勝期が渡って、あ、ねえ、あ、渡ってないんですよね。そうなんですよ だからね、うん、もう最大のチャンスがやってきたっていうんで。<っ>いよいよ、ナコソの席を超えるのかと。<っ>いうことですね。北海道行っちゃったんだけどね。そうなんですよね。<laughs> よね飛行機でね、<laughs> マー君の時に一足先に行っちゃってるっていうね。ええー。ええー、今日は日大参考。これまた東京代表だからね。えー、関東の人間としてはどっちを演出していいんだってなりますけどね。えー、<laughs> えー、今日もメール、フック、ツイッターたくさんいただきました。どうもありがとうございました。